CP9 は物心ついた時に政府のために命を使う覚悟と人体の限界を超えるための訓練を受け、世界政府の重要任務を任される我々と、たかだか一海賊団のお前たちでは戦闘力が違う。我々はこれから重要人物を探さなければならない。だがせっかくだ、最後に面白いものを見せようか。猫猫の実モデルレオパルド、島の外まで飛べ。行くぞ。アイスバーグの弟弟子フランキーの、いや、カティ・フラムの持つ設計図を奪いに。ほほが泣くんだよ。バカ、泣いてねえよ。イーストブルーから連れ去った仲間と船を守るために別れたおめえに胸打たれ。とにかく分かったろ、俺とあいつらはもう仲間じゃねえ。俺を捕まえたところで誰も助けになんか来ねえよ。じゃあおめえこれからどうすんだ。行く当てがねえんならうちで面倒見てやるぜ。解体屋になんかなる気はねえ。俺は一味を辞めても海賊なんだ。まさかその船を直して海に出ようってのか。当然だ。こいつと一緒にまた冒険していつの日か故郷のイーストブルーへ帰るのさ。いや、
帰れねえよ。さっきここへ船を引き上げるとき、そいつをよーく見てた。その船はもうダメだ。ふざけんな！メリー号は俺の船だ。この船はもう次の岸へすらたどり着けねえ。そうなったらもう船じゃねえんだよ。うるせえってんだよ。本当は全部知ってんだ。もうエリーがダメだってのも知ってんだ。空島でのある夜、俺は誰もいねえはずの船から木槌を叩く音を聞いたんだ。次の日の朝、船は下手くそに修繕されてた。バカバカしいかもしれねえが、俺はあれはメリー号の化身だったんじゃねえかと思うんだ。そりゃお兄ちゃん、クラバウターマンさ、船乗りに語り継がれる伝説の一つだ。本当に大切に乗られた船にのみ宿る妖精。正直そいつを見たと直接聞くのは俺は初めてだけどよ。それじゃおめえ船の限界を知ってて仲間と大喧嘩したのか。そう割り切れるもんじゃ。悪いノックしたんだよ。ん？おめえら。政府の諜報部員だ。お前にはこの意味がわかるか。ここへ来た理由は。おい、お前巻き込んで、すまねえ。どうなってんだかわかんねえが、今は協力した方が良さそうだな。黙ります。黙ります。早くです。バカはアイスバーグは元気か。殺したで。なるほど、ここはかつての造船会社トムズワーカーズの本社。人の思い出にそこで踏み込むもんじゃねえぞ。フランキー、我々はもうすべて知っている。お前の本当の名はパティ・フラン。8年前に死んだと言われていたトムのもう一人の弟子だ。どうやって調べたか知らねえが、見事なもんだな。さっ
殺日の雨地獄流れ星古代兵器プルトンの設計図こっちへよこせフランキーおめえらに渡すもんはねえよ流れ星火薬の主婦だ流れ星そろそろ時間だ。連行する。くしょー、話せこの。お前たちをエニエスロビーに連行する。プルトンの設計図のありかについてはそこで聞こう。間もなく海列車が出る。行くぞ。俺の知ってることを話そう。ニコロ、何か知ってるの？俺とニコロビンは同様に世界を滅ぼすほどの古代兵器を呼び起こす術。世界政府が欲しがってるのはそれだ。そのために今回の事件が起きた。兵器が復活すればこの世界は大変なことになる。だがニコ・ロビンは麦わらの一味が無事に島を出ることを条件にこの事件に協力し世界政府に身を委ねると決めた。全世界に生きる全ての人間の命よりもあの女はお前たち6人の命を選んだんだ。よかった、ロビンは私たちを裏切ったんじゃないんだ。そうと分かりゃ考えることは何もねえ。すぐロビンを追いかけよう。それ以外ねえな。だけどどうやって？まあ手段なら一つだけある。出してやろう。もう一つ。ロビンの真意を知り、奪還を決めたルフィたちは、アイスバーグが整備したもう一つの海列車に乗り、四方の島エニエスロビーを目指す。そこには、CP9 に連れ去られたフランキーを救おうとするフランキー一家の姿もあった。両者は団結し、仲間の奪還を目指す。町じゃごたごたあったけど、この先はここにいる全員の敵は同じだ。いいか、俺たちは同志だ。一方、先行してロビンを追っていたサンジはルッチたちに阻まれてロビン奪還に失敗。ルフィたちの海列車に合流する。
同じく CP9 に連行されていたウソップは無事救出されていたが、一味を脱退していた彼は逡巡の末ある決断をする。話は全て彼から聞いたよ。お嬢さんを一人助けたいそうだね。そんな君たちを助けるのに理由はいらない。私も共に戦おう。私の名はソゲキング。ウソップは仮面をかぶったヒーローソゲキングに変装し、正体を隠したままロビン奪還のため一味に協力する。しかしロビンたちは CP9 司令長官スパンダムに身柄を引き渡されていた。大監獄への航路の入り口、正義の門を抜けてしまうと救出は不可能となる。世界政府の施設を襲うという前代未聞の作戦に挑む同志が集い、エニエスロビーでの CP9 との全面対決が幕を開けるのであった。よし、やるか。狙撃の島の狙撃キング？ウソップ君の親友で、この度君たちの手助けをことつかってここにいる。ヒーローだ。マントしてるからそうじゃねえかと思ったんだ俺は。そうか、マントしてるからヒーローなのか。かっこいいな。ナミさん、それとついでにナミさん以外のアホども、ロビンちゃん救出の前に話が。何？サンジ君。ロビンちゃんは CP9 に何やら過去の根っこをつかまれちまってる。別に奪い返せなかった言い訳をしてんじゃねえが、敵地に乗り込んでもロビンちゃんが戻ってくるかは分からねえ。そんなもん関係あるか。絶対許さんぞ。そう。やるべきことは変わらねえ。助けるだけだ。とにかくロビンと会って話すしかないわね。エニエスロビーについて簡単に調べておいた。本島全門を抜けてまっすぐ進めば裁判所に、さらに先島の裏手には正義の門ってのがあって、その門を通過されちまうともう救出は不可能って話だ。あれ、ルフィは？さっきまでここに。こちら本島全門、侵入者を確認。ロビンはどこだ？目指すのはあの塔だな。行くぞ。ロケットダイフ。待てルフィ、まずはこの門を抜けなきゃならねえ。ロケットダイフ。この門は通さねえぞ。巨人族の門番だって。反則じゃねえか。レッドロケットダイフ。この門をピスト。
門の開け方なら俺たちは知ってる。長い間俺たちを守ってくれ。何が起きたのだ。どうしてもいられないな。相手は小勢だ。取り囲んで対処しろ。この程度のもんぶっ壊しちまえばいいんじゃねえか。ここは特に敵が多いな。掃除するか。レッド！
感じてる。行くぞ。ロで門が開く。わかんねえが、一人じゃ時間がかかるかもしれねえ。頼むぞ。おい貴様ら、門に何をしている。ジャンプ。ゴムゴムのピストル。この門、先ほどの門とは違うな。かかって壊せそうにもない。俺たちなら開けられる。任せてくれ。油断してろ。油断してろ。作業ができねえ。助けてくれ。ロケット、マゴムのピストル、マゴムのピストル、マゴム、マゴムのバズーカ。ロケット、レッド、ロケット、ライフル、レッド、ロケット、行ってるぞ。
ルフィに置いてかれないよう急いで。世界政府始まって以来前代未聞だぞ。政府の玄関にここまで踏み込んだ男。あ、お前後のやつと一緒にいた牛。いつまで暴れる気だ。いつまで。戦闘力の差はガレーラの屋敷で十分に見せたはずだ。そうだな。でもなんでか今はさっぱり負ける気がしねえ。ダメだ。この先の海にまたこんなに強いやつが現れるなら俺はもっと強くならなくちゃ。仲間を守れねえ。ではどうする？力いっぱい戦う方法を考えた。誰も失わねえように、誰も遠くへ行かねえように。お前はもう俺についてこれねえぞ。何？俺の技はみんな一段階進化する。いや、セカンド。屋敷で戦った時はこんなにパワーはなかったはず。世界とか政府とか勝手に言ってろ。俺たちはロビンを奪い返しに来ただけだ。ポケットピストル、はい、ライフルピストル、マックス。いや、お前らとここで会ってよかった。また強くなれた。ありえん。六式使いが負ける。ここの人よ。ピストル、よっ、おお、おお、ゴムゴムの、よっ、ゴムゴムのジェットピストル。
ですよ。あんな小僧にブルーノが負けたってのか。おお、ロビン、よかった、まだそこにいたのか。帰って。私はもうあなたたちの顔も見たくないのに、どうして助けに来たりするの。私がいつそうしてと頼んだの。私はもう知りたいのよ。麦わらの一味が内部崩壊を始めやがったか。こりゃ面白い。ロビン、死ぬなんて何言ってんだお前。あのな、ロビン、俺たちもうここまで来ちまったから。頼むからよロビン、死ぬとかなんとか言っても構わねえからよ。そういう俺たちのそばで言え。そうだぞロビンちゃん。ロビン、帰ってこい。あとは俺たちに任せろ。